愛媛と広島の県境に近い伊予灘に浮かぶ津和寺島。面積3平方キロメートル足らず、人口200人余りの静かな島が恐怖に震えた日がありました。1945年昭和20年8月9日、アメリカ軍機の攻撃を受けた日本海軍の第21号輸送艦が沈没を避けるために島の浜辺で座礁したのです。輸送艦の中にある爆弾が入ってしまったのよな。それだけいつまで経ってもな、そのバンバンという音がもう山のですわ。沖縄方やからね、すごい音が聞こえたもん。ドーン、爆弾が落ちた音とか、機銃掃射の音とか。攻撃の様子を克明に捉えた米軍機のガンカメラの映像が残されていました。映像はおよそ10年前、元今治明徳高校矢田分校教諭の藤本文明さんが米国立公文書館を調査し持ち帰ったものです。近年、地元の戦史を研究している愛媛大学大学院修士課程2年の竹中義隆さんが、島の地形や軍艦の形などをもとに第21号輸送艦の映像と特定しました。輸送艦は山口県の基地で、人間魚雷、回転を積んで輸送する任務を受け、8月9日午前8時に広島県の呉軍港を出港しました。午前11時過ぎ、松山市沖の伊予灘を航行中に米軍機の攻撃を受けました。竹中さんは米軍側の資料も調査し、輸送艦を攻撃した部隊を特定しました。当時、米軍の占領下にあった沖縄の伊江島から飛び立った陸軍の戦闘機 P-47 サンダーボルト76機以上、当時最新鋭の戦闘機で高速と重武装を誇っていました。8月9日は午前中、松山市の海軍航空基地を攻撃した後、伊予灘を航行する輸送艦を発見し、機関銃とロケット弾で激しい攻撃を加えました。当時小学5年生だった千葉洋三さんは津和寺島にいました。もともと松山市の市街地に住んでいましたが、7月26日に松山大空襲で家を焼かれ、島の小学校長を務めていた父親の家に家族と共に身を寄せていました。びっくりですね、お続け様ですね。びっくりしたんですよ。なんかね、広くないやったかなと思うんやけどね、バリバリそれこそ機銃掃射、どこにも触りがない音がして、ガーンってね、爆弾が落ちる音とかね、その海の方でしようもん、父親が出ていた、出たらいかんよ、出たらいかんよ、来ちゃったらす
すごい音がね、1時間ぐらい続けた。そうなんですか。そしたらね、はい、ドーンに音がしてね、それがあの輸送艦が浜に、だいぶなくなったんじゃないかもね。そうなんです、50何人すごかったもんね、あの砲撃の音とか機銃掃射の音とか。どんな音でしたか。でも、ダダダダ沖の方やからね。沖の方で3、うん、それでも聞こえない。500メートルぐらい沖や離れとったもん。相当でも家からすると距離がある、うん、それでもやっぱりはっきり聞こえる。すごい音が聞こえたもん。バリ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 ね、ドーンドーン。いっぱいいろんな飛行機が撃ってるみたいな感じ。だいぶ痛みたいな。だいぶ痛みたいな。じゃあ、キヤミ来てなかったみたいですよ。ああ、なるほど。でも、その、複数のが撃ち寄る。爆弾を落とす飛行機だと思います。島で生活していた桑原さん。8月9日、輸送艦が島に乗り上げたときは、山中に掘った防空壕に避難していました。ほとんど山へ逃げとったな、空襲警報が。もうね、警戒警報で空襲ですぐに退避だと。あ、警戒も空襲警報があった、ね、警戒があって、空襲警報があって、すぐに退避だと。それから私らはまあ近いけんな、はいはい、この上から上がってんな。はいはい、で、ここの、その、防、ちょっと防空壕におったんですが。そしたらいつまで立ってもな、大変な音がするんですが。もう飛行機の音は聞こえんのにな。なんであかに音がするんじゃろうかと言うたらな、もう救護班は降りてこいって言ってな、味方のあのあれが やられとんじゃけ、救護班は降りてこいって言ってな、警護団の人らがな、あのずっと言うて声がかかってな、ほいでみんなが降りたんです。本当に今の私らは小さいけどな、あの班は降りてこい、味方のな、あの船がやられてな、あの負傷者がよけて飛んじゃけんな、はい、救護班を降りてこいって言ってな、誰かが呼びに来たの、あの、平家、あの父親らが警護団地で、うん、その5人ぐらいその幹部の人がおったけんな、はい、その誰かがやっぱり救護班を降りてこい、救護班を降りてこいって何個か、何箇所かあるでしょう、この、はい、座りもこう、湾が広いけ、はいはい、で、そこへみんなが、はい、声かけて、声かけて、で、あの、出て行って、はい、で、そのこう今のうちにここにあったその着物やなんかがな、はい、もうさばいてな、それを全部持って行って、あ、なるほど、でまあ、その浴衣のような薄いものでいいけどな、いろんなものみんな持ってきておりましたばいな、はい、でそれをさばいてな、それを包帯にして、包帯も何もないんだけど、ほんで、あの松山の赤十字病院やら広島の方の赤十字病院へ重症者は連れて行ったんです。私が降りてきた時にな、軽症の人がね、ここにおったんですよ。じゃあここでな、軽症の人がな、横になっておりました。私がご飯を。あ、もうですか。取りに降りる。ああ、降りたらやっぱそう。そりゃけどその人らがな、軽症じゃけんな、何もでも物も言うし、足とか何とかをちょっとまあ、ちょっと打たれて。うん、やられたとかという人の、軽症者がここに4、5人な。どんなことをおっしゃっておられました。普通に、なんか、うん、あの私もそんなにまだ中学1年生ぐらいやけどな、そんなに兵隊さんになんだかんだって話しかけられるなんだけど、恐ろしかったって言ったらな、あれってな、ちょっと頭若い人いるな、そんなに年寄りおらんもん、みんな若い人、みんな若い、あの足のないのもおるし、手のない人もおるしって言ってな、そんなんはちょっと聞いたな。あ、そうですか。私は実際に自分が見てないけん、うん、だけどそこにおった人らはそういうふうなもん、うん、見るわいな、うん、そうしてもね、どうしてもね、私のうちの母親だともいいよかですよ、うん、手のない人もうち足のない人も、うん、座礁した輸送艦から救出された重傷者は島の小学校に運び込まれました。学校の敷地内の官舎に住んでいた千葉雄三さんは悪夢のような午後を過ごしました。そこが、そこの校舎がね、もう避難所、なんていうか、救急病院みたいな、なんていうかよくわからんけどね、負傷した人が
全部そこを運ぶ方がなくなった人も決めて、うん、であの親がお父さんがもう絶対外見てあれかんって言うんで、うんはい、見てはないんだけど、うん、もう梅くどいとか、うん、それからなんかもう単価で運んだんじゃないかと思うよね。そういうのがもう人がザラザラ通るんがね、うん、いい加減3時間ぐらいは続いたと思うね。だからもう船に乗っとった人が全部運ぶ込んだんじゃないかと、亡くなられた方も含めて、うん、夏の日には夕方まで、うん、早く、うん、作業が続いとったという。で何かしたらもう誰もおらない。終戦8月15日にはもう誰もおらんかった、うん。輸送艦を攻撃する米軍機のガンカメラ映像を初めて見た千葉さんは、当時の記憶を鮮明によみがえらせて語ります。あ、これも突っ込んできよるとか、全速力で突っ込んできたって言うと、相当やると思うよこれ。この戦いで輸送艦に乗っていた乗組員およそ200人のうち63人が犠牲になりました。諏訪地島には戦後、戦死者を慰霊する石碑が2カ所に建立され、生き残った元乗組員が毎年のように訪れて供養しました。慰霊碑の一つ、平和の碑は地元の小学生が毎月清掃し、平和の大切さを考える機会となっていました。しかし諏訪地島の人口減少と高齢化は急速に進んでいます。1980年代に900人以上いた島民は2020年に225人、2017年には島に児童がいなくなり、諏訪地小学校は休校になってしまいました。長年島の活性化に努めてきた住民の八木澄夫さんは、輸送艦の悲劇が未来に語り継がれるかどうか危機感を持っています。そのおばとかに聞きましたけどもね、おばはこう乗ったと思いますよ。その時はおばが、ほう、すみよ、あの悲惨なあれを知らんのだからなとかでよく言ってました。そうですか。やっぱりその悲惨な記憶としてやっぱりおばさんはあったんでしょうね。まあこの地区にとっては大事件だったんでしょうね。ちゃんと平和の日まで立てて、こんな静かな美しい平和の日まで、まあ死ねたってことはせめても救いだと言ってました。ほんでそれに皆さんに島の人から手厚く葬ってもらって看護してもらってって言ってましたね。